を紹介したいなと思います。じゃあまずハイブランド系からにしましょう。じゃん、シャネルのこれはノベルティらしいんですけど、4年前ぐらいに世界的に流行って、その時にゲットして、本でのヴィンテージショップで買ったんだけど、1000円ぐらいだった気がします。めちゃくちゃね、中身がね入って、肩にかけるバッグだから両手が空くので、すごく旅行に重宝してます。めっちゃ入ります。じゃーん、セリーヌのバッグです。1年前にお母さんに誕生日プレゼントでいただきました。ありがとうママ。これを韓国の女優さんかなんかの空港ファッションを見て、うわ何このバッグめっちゃ可愛い、絶対欲しいってなって、可愛い形もこうやってぷっくりして丸で、どんなファッションにも合わせやすくてお気に入りです。バレンシアガのこのバッグはですね、18歳の誕生日の時に確か自分で買ったものだと思います。お仕事でたくさんいろんなものを入れる、例えば台本とかいろいろ入れるってなった時の大きいバッグが欲しくて、どうせなら長く使えるハイブランドなものがいいなと思ってハイブランドで探してて、これがちょうどいいサイズ感で、まあ、黒でシンプルだなと思ったのでバレンシアガで買いました。このプラダのバッグはこれめっちゃ使える、思ったより入るんですよ。もう 500ml のペットボトルが入るの、これも革命的。まあバケツバッグなので手で持つんですけど、紐がついてたので肩からかけることもできるし、まあ、でも私はこうやって手で持つことが多いかな。続いてこれはシャネルでソンスドンのヴィンテージショップで買いました。シャネルのこういうリュックが欲しくてずっと探してたんですけど、たまたまめちゃくちゃ可愛いデザインがあったので、えこれ運命じゃん、買うってなって買いました。リュックだから当たり前にそのめちゃくちゃ使いやすくて、もちろんねたくさん入るしシンプルなデザインで気に入りです。私ヴィンテージっていうところがすごく好きですね。これもね基本どんなコーデにも合います。プラダのバッグです。ナイロンバッグです。これはもうね可愛いんですよ。母に誕生日の時に買ってもらったものなんですけど、肩に背負った時に体に沿うデザインでフィットするのでめちゃくちゃお気に入りです。財布、リップ2つ、香水のちっちゃいやつ、あの鍵とエアポッツぐらいだからちょうどいいです。で斜めにかけるタイプにもできるんですけど、可愛いの。で次はシャネルのチェーンバッグです。可愛いすぎるの。確実に元を取りたいので孫ひ孫ぐらいまで出します。私予定です。カードを入れるところが4個入れるところがあるので、これをお財布代わりにもできるし、なんともね言えないこのちっちゃさがいいですね。ここにね鏡が実はついてるので、こうやってリップメイク見たい時とかめっちゃいいの。そしてこれはシャネルのミニチェーンバッグなんですけど、かわいいんですよ。水色のバッグ持たない、見ての通り黒が多いじゃない。あんまり色物のバッグを挑戦してこなかったんだけど、服も黒が多いんですね。オールブラックコーデの時にこれを差し色で入れたり、これね実は可愛いポイントがここなんです。めっちゃ良くて、シャネルのチェーンバッグほんちょっと長めなんですけど、これは長さをここの丸で調節できる、長くしたりとか短くしたりできるの。ちょっと短めが好き、ここら辺に来るのが好きだから短めにしてます。鏡がついてるのでメイク直しもしやすいし、ここにねリップを入れるところがあるんですよ。ハイブランドは終わりです。韓国のザ・ヒュンダイのオブスキュラで買ったハイっていうブランドのバッグです。かわいい。そうちょっと色物に挑戦したいと思って買いました。意外と何でも合うデザインだし、これもかなり入ります。色味もかわいいし、ここにちょっと入ったり、もう色味が何とも言えないエメラルドグリーンみたいな、絶対人と被んない色だからお気に入りです。うわ、そしてじゃ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 、もう今日本でも大人気のマーティンキムです。かわいいよね。これちょっとプクプクしてるの、ここにちょっとマーティンキムのロゴ、まああんまり入んないですけど、私お財布入れたらブクってなっちゃうので、でも形がなんかないデザインでかわいいなと思って買いました。あと後ろにもポケがあります。色味もねかわいい絶妙で、ネイルスタグラムお気に入りです。そしてこれは韓国のお友達にいただいたスタンドオイルっていう韓国のブランドのバッグです。めっちゃ可愛くない？すんごいな、高級感あるデザイン、可愛いの。これはねもう見ての通りめっちゃ貼ります。ガバ、韓国はこういうなんていう横長のデザインで、こういうデザインがね結構流行ってて、いただきました。ここにねポッケが1、2、ここちょっとね後ろにも入って、中にもねちっちゃいポケットが入って、
シーンを選ばないところがすごく好きですね。スタンドオイルは日本ではもう審査っていうアプリで買えるので皆さんぜひチェックしてみてください。ガンクのスタイルなんだで買ったナップザックです。ガンクではナップザックが今めっちゃ流行ってるんですよ。だからちょっと流行りに乗って買いました。めっちゃ可愛い。てかこれも黒やん。黒がねやっぱ何でもね合わせやすいからね。これはめっちゃ入ります。めっちゃ荷物ある。まあこれはこうやってね2つをこうやってつけてもいいし、まあリュックみたいにね背負ってもいいしみたいなでございます。かわいい。8セカンドかな。これは冬に買いました。ちょっと生地も冬っぽいので、まあ、ポッケもたくさんあってコーデュロイ生地が大好きで使ってます。また今年も秋冬にたくさん使いたいと思います。そしてこれは未だにブランド名が読めないマルディメルクレディチェーンバッグです。これもまたかわいい。今回はピンクです。めっちゃ入るの。思ったよりめっちゃ入るの。お財布も入るし入り口は狭いんだけどこの全体が大きめで中が広いんだよね。ピンク大好き。そうちょうどこれ昨日届いたの。これねシエンヌっていう韓国のブランドなんだけどこのバッグがインスタグラマーさんみんな持ってる。可愛くない。これちょっと大きめのバッグが欲しいなと思って買ったんですけど思ってたよりちっちゃかったです。色合いがね、このちょっとデニムっぽい生地で可愛くてお気に入りです。中がね、えっていうオレンジなんだよね。これは無審査で買いました。可愛い、めっちゃ可愛い。雲みたい。じゃーん。チャールズ&キールスのハンドバッグでお姉ちゃんたちにタンプルでいただきました。ありがとう。見て、可愛いよね。ちょうどこの服にも合うしちょっとガーリーで高級感のある服を着てる時に使います。ヒールなので目立つし可愛いし結構中も入ります。強さ出るよ。テンション上がる系の可愛いイエローですごくお気に入りです。あーもう最後だ。じゃーん。ザラの肩掛けバッグです。この肩掛けバッグ流行ってるよね。3年ぐらい前にザラで買ったものなんだけど意外と未だに使ってなくてでも今ちょうどこういうの流行ってるからちょうどこのチャンスこの時期に使おうって思ってます。夏ぐらいにね夏っぽい色合いだしめっちゃ入りますしキャンディーみたいじゃない。キャンディーみたいな形してる。でここの紐で長さを調節できるってやつなんだけど私こういう長さ調節めっちゃ苦手でこうこうやってちょうどこうやって体に沿う感じが可愛いですよね。はい、ということで私が持ってるバッグを紹介しました。色味は固まりがちだったけど後半で色味が多かったので、はい、皆さんどのバッグが好きだったかぜひコメントで教えてください。じゃあありがとうございました。バイバイ。